オービル・ロスロップ・フリーマンは、アメリカ合衆国の政治家。第29代ミネソタ州知事、ジョン・ F ・ケネディ、リンドン・ジョンソン政権で、第16代のオム長官を務めた。1918年5月19日に、ミネソタ州ミネアポリスで誕生した。フリーマンは、ミネアポリス市内の公立学校で教育を受け、1940年に、ミネソタ大学で学士号を取得した。 フリーマンは在学中にヒューバート・ハンフリーと知り合い、生涯を通した友好関係を築いた。第二次世界大戦中の1941年から1945年まで、フリーマンは海兵隊に所属して機動長を務めた。主に南太平洋での活動に参加し、最終的に少佐まで昇格した。1946年にミネソタ大学ロースクールで、 法学士号を取得した。フリーマンは1947年にミネソタ州で弁護士として認可を受けた。フリーマンは1947年から1955年まで法律事務所ラーソン・レビンガー・リンドキストフリーマンに共同経営者として参加した。フリーマンは特に姿勢に関わる問題を扱った。1945年から1949年まで ミネアポリス市長ヒューバート・ハンフリーの下で行政補佐官を務めた。フリーマンは退役軍人に関する事案を主に担当した。1948年にハンフリーが連邦上院議員に立候補した際にはハンフリーの選挙対策委員長を務めた。フリーマンは1944年にミネソタ民主農民労働党の創設に関与し、 1946年から1948年まで、当初期、1948年から1950年まで、当委員長を務めた。1950年、フリーマンは、ミネソタ民主農民労働党の公認候補として、ミネソタ州憲事総長に立候補したが、敗北した。フリーマンは1952年にも、 ミネソタ民主農民労働党の公認候補として、ミネソタ州知事に立候補したが、同じく敗北した。フリーマンは、ヒューバート・ハンフェリーと提携して、ミネソタ民主農民労働党を政治的に強固な組織へと作り上げていった。1954年には、ミネソタ州の共和党支配を打ち崩すまでに至った。1954年、フリーマンは、 進歩主義者としての評判を獲得し、ミネソタ州知事に選出された。フリーマンは、以降1961年まで、ミネソタ州知事を3期6年務めた。1960年に、ヒューバート・ハンフリーが、大統領選挙への出馬を表明すると、フリーマンはハンフリーを支持した。その後ハンフリーが民主党の予備選挙から撤退すると、フリーマンは、 ジョン F ・ケネディの指示に回った。フリーマンはミネソタ州の票獲得に尽力し、民主党全国大会ではケネディから指名スピーチを依頼された。そしてケネディが本選挙で勝利を収めると、ケネディはフリーマンを農務長官に指名することで報いた。フリーマンは農務長官として効果的に働き、農務省の権限拡張を行った。 フリーマンは1969年1月まで農務長官を務めた。フリーマンが農務長官に着任した当時、アメリカは農業技術の革新に伴う慢性的な供給過多に悩まされていた。ケネディ政権は耕地面積を削減し、かつ市場に供給される作物量を制御することが重要であると考えた。そのためフリーマンは、 まず飼料用穀物の削減計画を作成し、生産量の制限を行った。フリーマンはまた、農業貿易開発援助法の拡張や、ロシアとの小麦取引といった方策を立案した。これらの政策により、アメリカの余剰農産がものは海外へ分配され、国内農家の所得は増加した。フリーマンは、農務長官退任と同時に、ワシントン DC のソフトウェア企業、 EDP テクノロジーインターナショナルの社長に就任した。フリーマンは1970年にニューヨークの広告企業ビジネス、インターナショナルコーポレーションに移り、1981年まで社長兼最高経営責任者を務めた。2003年2月20日、フリーマンはアルツハイマー型認知症に伴う合併症により、ミネソタ州ミネアポリスにおいて死去した。 フリーマンの遺体はミネアポリス市内のレイクウッド墓地に埋葬された。1942年5月2日にジェインシー・シールズと結婚した。フリーマンはジェインとの間に以下の子供を設けた。コンスタンス・ジェイン・フリーマンがマイケル・オー・フリーマン。ありがとうございます。